お姉ちゃんが来た。ともくんってチョコもらったことある？もらったことないよ。そうなんだ。うん、もらってないって。うん、全身チョコでデコレーションってどうかな。え、怖い？そうかな。ルリルリンチで手作りチョコを作ってくる。地球を終えるくらいの愛を小さなチョコに詰め込んでくる。気合い入る。父親が再婚して変な姉ができました。バレンタインくるー。手作りチョコは溶かして型に入れるだけだから簡単。ほんと？なら、ともくんが食べて倒れる心配もないよね。何を作る気だよ。大きなチョコをあげるんだ。愛は大きさじゃないぞ、質だ質。そうね、大きいだけなんて無意味よね。どこ見ていった。まず包丁でチョコを刻む。うん、慌てないで、もっと細かく。次に湯煎でチョコを溶かす。そんなに力を入れないで、もっと丁寧に。ちょっとお風呂入ってくる。何してんだ。できたー、初手作りチョコ。せっかくだから私も後期に作っちゃった。もらってくれないかもよ。初めて作った時、いらないって言われて泣いちゃったな。恐怖政治か。ところで、ともくんが本命チョコをもらってきたわ。このお姉ちゃんを倒さない限り、お付き合いは認めません。リシカちゃん、もっと脇を締めて。どっちもめんどくせえ姉貴だな。あら、いちか帰ってたの？うん。絶対まで我慢できない。ともくん、これ手作りチョコ。ともくんの好きなうどんを入れてみたの、隠し味。気持ち悪っ。